2021年2月7日日曜日、ベイルの手1を行います。4日目のレッスンを始める前に3日間を振り返ろうと思います。最初の予定では4日間で1つのコースだったからです。このコースの目的はレッスンを体験して、レッスンがどのようなものなのかを生徒に知っていただくためと、生徒の悩み、頭痛、肩こり、腰痛のうち肩こりと腰痛に焦点を当てることから始まりました。生徒に悩みを聞く前に、私は生徒に対して、レッスンでは最終的に3点倒立をするレッスンもありますよと説明したところ、私は3点倒立ができるようになりたいとは思いません、どのようなレッスンをやりたいなど要望はありませんのでお任せしますとの話でした。まず初日に心筋のレッスンパート1を行いました。このレッスンは終始うつ伏せで進行していく点で、最初に選択するレッスンとしてはハードだと思います。動きの方位性は右脚を右へ傾けると単純な動きなのですが、この動きを行って生徒はつまらないと感じました。2日目に隙間の下へ頭を入れるパート1を行いました。レッスン序盤から生徒はどのように動けばいいのかわからなくなり、私自身もその時は最終的にレッスンが成立するのか不安になりました。このレッスンで生徒が左腕が筋肉痛になったことにより、レッスンを行う前に比べて私が生徒について知ることができたと思います。なぜ2日目に私はこのレッスンを行うことにしたのだろうか、それについては思い出せませんが、初日に行ったレッスンの題名と比較した時に、例えばクッキンのレッスンパート1だとしたら面白みに欠ける、もっとインパクトがあるものにしたいと私が思ったのかもしれません。結果的に見ると、初日のレッスンではうつ伏せで左腕を腕立て伏せの状態にし、伸展と回旋の動きを行ったのに対し、2日目のレッスンでは初日のレッスンと同じ姿勢、うつ伏せで左腕を腕立て伏せの状態にし、屈曲と側屈の要素が行われる興味深いものとなりました。3日目に人差し指を足の親指へ引っ掛ける1を行いました。2つのレッスンを終えて生徒は何も効果を感じていなく、2日目のレッスンで行った動きについてもレッスンの説明の仕方が問題で、レッスンを受けなくても私は初めから2日目の最後の動きはできていたはずですと主張しました。レッスンの最後に行う動きをレッスンをせずに行えることはよく生じる事柄であると思いますが、その動きの質に目を向けられるようになると面白いと思います。2つのレッスンを終えて生徒のレッスンに対する意欲は決して高まった様子ではないので、目的を変更し、初日に生徒が悩みとして挙げなかった便秘という悩みに焦点を当て、レッスンを進めたのはいい方向に向かったと考えます。便秘に変化はありましたか？これに対して生徒は苦笑いをしております。
このレッスンを選択して良かった点がいくつかあるので挙げていきます。一つ目はレッスンを開始して間もなく右腕の疲労を生徒が訴えたことです。前回生じた腕の筋肉痛と今回の腕の疲労を考慮すると、生徒にとって腕の使い方はまだまだ改善の可能性を秘めていると分かりました。また生徒にとって床を押すレッスンや手で動きを手助けするようなレッスンは、次やその次のレッスンで選択するよりも他の動きについて吟味していき、生徒がよりレッスンを通して楽しみを感じた後に、この3日間で行ったようなレッスンに戻ってきたいという思いが私に芽生えました。もう一つ良かった点として、3日目のレッスンの終盤に転がる動きがありましたが、1日目のレッスンにも似た動きがありました。1日目のレッスンでは生徒は全く転がることができず、私に助けを求めましたが、私はそのままにしました。そして3日目のレッスンで生徒は楽しそうに転がりました。おそらくレッスンの創始者も含め多くの人が1日目のレッスンでどうすれば転がれるかをアドバイスするでしょう。そうすると私と生徒の間に信頼関係ができるかもしれませんが、マッサージ屋のように例えば揉んでもらって気持ちいい、痛みが取れた、また痛くなった、またあの先生のところに行って揉んでもらえば痛みが取れると、まあこれは需要と供給と一緒かもしれませんが、そこにお金が絡んでくると支配と依存のような関係が構成されるかもしれません。赤ちゃんはどうでしょうか。ハイハイの仕方を誰からか学ぶのではなく、動きを楽しむ過程で動きを学びます。誰も赤ちゃんに動きを教えません。仮に私が初日のレッスンで転がり方を教えたとすると、また次に何か生徒が問題に直面した時に、生徒はまた助けを求めるしか選択肢がなくなってしまいます。今回生徒はそんな複雑なことを私が考えているとは知らずに、ただ動きを楽しみました。これこそまさに私がやりたいことなのです。最も良かったことは、生徒が3日目が一番楽しかったと言ったことです。楽しいレッスンがしたい、シリーズのレッスンがしたいと生徒が思ったことはとても良かったことだと思います。そして生徒は3点倒立のシリーズをしたいと言ったのですが、このレッスンは私もうまくできないので控えたいと思います。ではシリーズのレッスン初日、ベルの手を行っていきたいと思います。